はい、どうも千葉です。今回はクリッピングマスクを反転させる、逆にする方法ですね、実際に操作してご説明したいと思います。でもこれがクリッピングマスクですね。これを反転させたものがこちらになります。これを作るにはどうしたらいいのかっていうのを、これの作り方に関しては前回の動画でご説明させていただいた通りなんですけども、ちょっとおさらいでやってみますね。まず写真とお星様があって、これらはグループにしてあります。オブジェクトグループコントロール G ですね。 Mac ならコマンド G、 それでグループになります。グループになると1個の塊になるので、選択ツールで選ぶと丸ごと動かせます。でこれに対してこのクローズパスを載せます。グループの画像と上に同じレイヤーの中にクローズパスの丸を、どんな形でもいいんですけど、クローズパスを乗っけて両方選んで右クリックしてクリッピングマスクを作成。 Mac ならコマンドキーをしながらクリックするとこのメニューが出てきます。はい、これでできましたね。これが普通のマスクです。でこれを逆にしたいと、こっち側を表示してここを非表示にしたいって場合は、こういう形のクローズパスを作れば良いんですね。この形のクローズパスができたら、この写真に対して同じくクリッピングマスクを作成とすれば、これができちゃうと。こうですね。で、これとこれはもう真逆になってるだけなんで、重ねるとこのようにぴったり一致します。これですね。これをどうやって作ってるんだと思われたんじゃないでしょうか。これはですね、例えば、まあ、これ複合パスというものをですね、パスファインダーってありますよね。これのくり抜きを適用したものと同じです。で、作り方としては、ちょっとこれ、右クリック、Mac ならコマンドしてクリックすれば、複合パスを解除というメニューが出るので、これをクリックすれば、丸と四角形が出てきます。これがまあ元の図形だったと。でちょっと分かりやすくちょっと線に色をつけてみますね。これが前面に、これが背面にと。で、両方選んで、右クリックで、複合パスを作成。で、やれば、こういうのができちゃうと。例えばですけど、こういうふうに、やって、複合パスを作成ってやっても、こういうふうなものもできちゃうと。あとは、パスファインダーでやっても同じことができますね。前面オブジェクトで型抜き。これと同じだと。で、こういう風にして作ったオブジェクトを複合パスと呼びます。で、この複合パスを作っちゃって、これ1個の塊ですので、これをここの上にかぶせて、そして、クリッピングマスクを作成ってやれば、この色がついているところが表示される、色がついてないところは表示されない、クリッピングマスクを作成、こうなります。これは右クリックしてクリッピングマスクを解除ってやればこうなります。ここにクローズパスがあるんで、この色がつく部分ですね、クローズパスの部分が、例えばこう選んで
クリッピングマスクを作成とやればこうなるということになります。反転させたい場合は反転させたこれですね、塗りクローズパスの部分が塗りがつく部分が反転したオブジェクトを作って、それをかぶせてクリッピングマスクをやれば反転したものができちゃうということですね。これちょっと初心者の方は慣れるまで分かりづらいと思うんですけど、コツとしては複数のオブジェクトでマスクかけたいときは複合パスを適用しましょうと。で、マスクをかけられる、切り抜かれる側の画像は必ずグループにしましょうと。グループに対して同じレイヤーの中でこっちの方が上の階層にあると。背面に行くとこういう風になりますね。前面に来ればこう上にかぶりますね。これが最前面に来るようにする。この1枚と2枚、2枚目ですね。で、複数あってもグループにして、こっちは複数あっても複合パスにすると。この基本さえ分かれば、どんな複雑なオブジェクトでも自由にマスクしたり反転した状態のものを作ったりすることができちゃいますということですね。他にですね、もっと難しいやつでやってみますね。これはどういう状態かというと、クリッピングマスクを解除するとこうなってて、これをこれ複合パスですね。複合パスを解除、オブジェクト複合パス作成とコントロール8、 Mac ならコマンド8で複合パスになります。で、これ複合パス後とグループ化した対象になる画像を選んで右クリックでクリッピングマスクを作成でこうなります。で、これを反転させたいという場合はどうすればいいのかというと、これを逆にしちゃえばいいと。例えばこうやって四角形を作って、これをちょっと大きくして背面に持っていって、両方選んで、複合パスを作成って出てこないですね。この場合はパスファインダーで前面オブジェクトで型抜き、これで OK です。これでできちゃったということで、で、これでここに重ねちゃって、消して、で、クリッピングマスクを作成とすれば、こっちとこっちもクリッピングマスクを作成とやれば、こっちとこっちが反転した状態ですね。重ねてみますね。いかがでしょうか。完全に反転できましたよね。ちょっとずらしてみます。こんな感じで反転させることができますね。逆にできると。ポイントはどこに塗り面があるクローズパスを作るか。クローズパスの部分がマスクの適用範囲になる。で、もう一つおまけで、こういうですね、白と黒のオブジェクトを作ってですね、で、これ塗り面はなしです。単なる白の星と白の
背景ですね。でこれをこの写真対象の画像の上に重ねます。でこの透明ウィンドウですね、ウィンドウを透明っていうのがあるんですけど、これ選ぶとこのウィンドウが出てきて、これ両方選んでマスク作成をやるとこのようにマスクができます。でこれ選んでマスクを反転ってすると逆になると、これはワンタッチでできていいなって感じですけど、そうですね、なかなか良くないですか。これはこれで解除ってやらないとね、なんか細かい編集ができないんですよね。こうダイレクト選択ツールで選んでも、なんでちょっとなんだろうな、チームでデータをやり取りするときとかに変更とか入ってきたらちょっと不便かもしれないですね。なんでかっていうと、こっちの方と先のやり方で作ったクリッピングマスクはダイレクト選択ツールでここ中身を選べば、こう中身だけこう動かせたりするんですよね。このお星様邪魔だな、えいみたいな、こういう編集ができちゃうと、これはそういう編集ができないんですよね。一回解除ってやらないとダメで、そこだけちょっと面倒かなと思うんですけど、このようなやり方もありますよと。でそんなに反転することってあるのかなって気もしないでもないんですけど、一応こういうふうにやってみたいっていう人もいるんじゃないかなと思って解説させていただきました。じゃとりあえず、初心者の方はですね、基本はこっちですね、こっちのクリッピングマスクを作成だとか解除、こっちを覚えちゃって徐々に複雑なものにも、適用してみてですね、クリッピングマスクを自由自在に使えるように練習してみてください。